さあ、今日も始まりました。English Conversation in Amateur Radio。今日は第1回目かなはい、ということで、えー、今日もやっていきましょう。さあ、まずはテキストですね。テキストダウンロードしてない方はぜひ概要欄の方からダウンロードしてみてください。どなたでもできます。はい、共有しておきます。 今日は休符号ですね。休符号はですね、あの第2回目に、えー、やった ABC の発音がちゃんとできてれば、全く問題ないですね。三、えー、3の2番ですね。はい。休符号ですね。休符号もよく使われますが、海外との更新に便利だからといって、使いすぎは禁物です。 私の経験では、ここに書いてあるのは QRZ, QSL, QTH, QSO, QRM, QRX などののが書いてありますけどね。あのー、まあ、言い方としては、普通に一文字一文字ずつ言えばいいんですけれども、三文字続けた時にだいぶ変わってくるというところだけちょっとチェックしておきましょうかね。では、あの、給付号、これだけじゃちょっと、あれなので、えー、ネットにある給付号で、 えーと。 英語と日本語で両方で説明してくれているのがありましたので、このサイトをお借りしたいと思います。世界の電話ハムが用いている9符号。これはネット検索ですぐ9符号と打てば、えー、最初の方に出てきますね。はい。たくさんの9符号があるのは皆さんもご存知だと思いますけれども、えー、特に赤字、赤印がついている9符号が世界のアマチュア無線化の間でポピュラーに用いられている9符号だというので、ちょっとその辺を見ていきましょうか。まずは QRL。QRL。 はい、R と L が来てます。Q, Q. はい、発音は、えー、喉の奥の方から Q。えー、口先で Q, Q じゃなくて Q, Q.R, L.L は難しいですよね。R のは簡単ですね。R。巻き下ですね。で、L は、えー、歯の上にくっつけて終了。R, R。取りますね。QRL。QRL。どうでしょう 皆さんも、えー、一緒にどうぞ。QRL。はい。この、えー、QRL は一体な何が、えー、どういう意味かというと、この周波数を使っています。えー、クエスチョンマークつけるとつかお使いですかっていうふうになりますよね。えー、CW でもよく QRL クエスチョンマークで打ちますよね。で、これはあの、英語で言うと、言うとですね。This frequency is busy. はい、えー。これはあの、使用中ってみんなになりますよね。Are you busy? I busy? 忙しいですかって言うんじゃなくて、まあ、使ってますかってね。はい。などのような言い方ですね。はい。QRL。な、便利ですよね。ですから、QRL。あまり、えー、口高で QRL と言ってるのを聞いたことはないですけれども、CW でよく使いますね。はい。その次は、QRM。QRM。はい。これはもう、あの、一番使うんじゃないでしょうかね。渾、え、身、ー、に使いますよね。 マンメイドフェアリス。マンメイド。Made. 人工的な。インターフェアリス。妨害というわけですよね。えー、まあ要するにシンのことですよね。QRM。QRM。QRM。Q R M Q R M、とか言われてるね。M。とか言わないですけどね。QRM。M。M。QRM。はい。 そうなると、まあ、お話しするきに、I have a lot of QRM here.I have a lot of QRM in this frequency. などのように言ってもいいと思います。はい。まあ、詳しい,い方はまた後ほど、今日は QRM。その次ですね。QRN。QRM。QRN。ほとんど SSB の更新ではわからないので、まあ、ここでフォネティクスを使ってイク、QRMIC。 q r n c などのように言う方が多いですね。はい。QRN の N はノイズかと思ったら違うんですよね。これね。Natural Interference.Natural Interference というのは自然の妨害ですから。空電などのことですよね。ということで、えー、自然のもの。で、えー、QRM が人工的なもの。ということになるわけですね。はい。QRM and QRN. さあ、その次ですね。QRO。QRO。あんま使わないですけど QRP の反対ですからね。OP とつながってるので、えー、まあ分かりやすいかなと思いますね。QRO。O, o と言われて、O ですよね。QRO。はい、これは increase power。increase は増やすという意味増加する。増加させるという意味ですから、えー、電力増大。ですね。 はい、えー、QRO。それに対して、QRP。QRP。まあ、これはもうね、ストロー QRP の人もたくさんいますから、えー、電力減少。とにかくパワーを最小限にする。はい、え送、ー、電力減少。QRP。で、ロピートしてください。QRO and QRP。QRO and QRP。はい。 となりますその次、Q R R、に QRR 抜かして QRT はいちなみに QRRR って非常事態これ使わないでしょうけど覚えといた方がいいですね QRRRQRR となりますねはい えーっと QRRR. QRR は AWRL が推奨している遭難信号、非常信号だということですね。知りませんでした。QRRR。3つです。はい、つかないでしょうけれども、えー、覚えておきましょうか。はい、その次いいます。QRT。Stop sending。これは、閉曲するという意味で使う場合もあるんだけども、I have to QRT right now. 今やめなきゃならないという。まあ、ああの、QRT は送信をやめるという意味なので。まあ、ここでそう、一回やめますよという言い方で使うことが多いと思います。はい、QRT。はい、その次 QRU。QRU。何かありますかこれもあんま使わないと僕は使ったことないですけどね。QRU。QRU。 The QRU、uh, question mark have anything for me? ってやったら I have nothing for you. 何もありません。みたいな感じで。ちょっとなんか変な感じですね。そう、次です。QRV。これは使いますよね。QRV って日本の方は言いますけれどもね。えー、英語でもちろん QRV では通じませんので。QRV。QRV。ですよね。はい。I'm ready. 準備よ。Okay. みたいな感じ。Okay. ね。I ready?QRV? クエスチョマークで I ready? となりますね。QRV。V ですから V ですね。はい、その次 QRX。QRX。これはあのスタンバイなどで使う場合もあると思うんですけども、はい、えー、また再コールします。という言い方でしょうかね。 We'll、uh, we I will call you again. Call again. QRX. ちょっと漢字が違いますので、僕たちが使っているイメージとちょっと違うかなと感じはしますね。世界標準ですね。QRX。その次、QRZ。これはもうね、どなたかこちらを呼ばれてますかどなたか呼んでる曲いますかっていう意味ですよね。You are being called by 何々 ?Who is calling me? などがいいんじゃないでしょうかね。QRZ。QRZ。の方が多いですね。QRZ。はい。QSA。あ、これはもず使わないですね。QSB。使いますね。これはフェイズ、えー、フーディングですよね。QSB。QSB。簡単ですね。フェージングなので、えー、まあ、信号が浮き沈みがある場合使いますね。QSK。ブレイキンのことですね。QSK。はい。 あまり使ったことないですけど、皆さんどうでしょうね。はい。QSK。初は問題ないです。QSL。これが一番使うかな。QSL。ね。これは、あのー、証明、受信したことを知らせる。はい。これはですね。k n o w l e d g e r e c i e え、これは、あのー、認めるという意味なんですよね。k n o w l e d g e なので、えー、受信したことを、まあ、要するに証明書ということになるわけですね。QSL。だから QSL カードと言いますよね。QSL。で、QSL、早く言うと QSO に聞こえますよね。q s o q s o 特に、えー、っと、欧米の方が言うと QSL っていうのはあんまりもっと早く言うと QSL。L が O に聞こえて QSL。QSL。QSL。で、QSO は下に出てきますけど、どう違うかというか。QSO。 おう全く違いますよね。QSL, QSO.QSL, QSO. となりますから、違いが分かると思います。はい、えー、っと、QSL というふうに L、L の発音を守ってくださいね。はい、そして QSM 抜かして、えー、QSO。今言いましたね。えー、これはあの更新することですよね。QSO, QSO, QSO。Q SO Q SO Thank you very much for the first QSO. などのように言いますね。はい、えー、っと、QST。使いますかそして QSY。これはたまに使いますよね。QSY。これは、あの、周波数を Change Frequency で使いますよね。はい、QSY、えー。QSY。そして QSA。QST。 キューリエイチ。ここなんですけども、キューテエイチここなんですね。結構、皆さんこのキューれ q エイチてゆっくり言うと大丈夫なんですけども、早く言うとキューリエイチ。こうなります。T と発音しません。キューリエイチ。キューリエイチ。キューリエイチ。と聞こえます。なので、注意してくださいね。キューリエイチ。キューリエイチ。はい。 えー、まあ、これはあの、1のことなので、えー、っとグリ、グリッドロケーターでもいいし、まあ、皆さん普通はあの、だいたい場所の地名で言いますからね。はい。こんな感じですね。さあ、それでは今、えー、言ったのをですね、最初からリピートしてみてください。はい。で、後に続いてリピートしてください。よろしいですか英語の更新ではあまり、あのー、普通に name、my name。 はい。例えば、あの、ジョンさんだったら、QRA、My QRA is John なんていうことはほとんどないですね。はい。My name is John <laughs> というふうに言いますので、えー、日本の方はよく QRA はなんとかって日本語で言うんですけども、それを英語にして、My QRA is え何々というふうに言うと、なんか不自然に感じますので、My name is というふうに普通の文章で言った方がいいと思います。 はい。そんな感じでしょうかね。さあ、今日はざっと、旧符号の部分の練習をしましたけれども、えー、特に、ね、使うのはやはり QSL、QDH。この二つかな。q z QRM。これも使いますよね。こういうものをですね、えー、しっかりと発音的に覚えとくと便利かなと思います。That's all for today. How was this time? See you next time. Catch you later. Here is JJ1XTG. It's me, Socho. See you next time. Bye for now.